はい、ということでですね、平翔です。11月の5日に愛知県の碧南市で行われましたヒートレースの、日本選手権、こちらの方に行ってきまして、当初撮影する予定はなかったんですけども、撮影に適したいい場所にですね入れていただくことができまして、急遽撮影してきました。で、AM 級の第2ヒートから最終ヒートまでということで、全てではないんですが、途中からですが、最後まで撮影してきました。で、今からですね1本動画を紹介させてもらうんですけども、EM 級の決勝ヒートになります。で、そちらにはですね、うちのチームから田中選手が決勝に残っておりますので、その田中選手を中心にちょっと撮影してしまってるんですけども、ちょっと私の方もですね、撮影中に興奮してしまいまして、声をこう出してしまっててですね、ちょっと恥ずかしい感じになってるんですけども、思い切ってですね、紹介させていただきたいと思います。で、決勝に残られている6名の方をちょっと簡単に紹介させてもらいますと、まず浜崎選手ですねが1025ポイント、ですけども、こちらの方はですね競争の方で、誰でもラジコンボードをやられている方はご存知だと思うんですが、もうなんていうんですか、プロですよね、言えば競争ワークスとでも言いましょうか。で、次が、田中選手はですね、万博で、大活躍されておりまして、ほとんど、かなりの確率で勝つということで、この田中選手がこの全日本レベルで通用するのかどうかっていうのが今回のこう見どころというかですね、私もちょっと注目してたところなんですけども。で、同じく1000ポイントで大塚選手、こちらの方はちょっと私あまり、よく存じ上げてないんですけども、田中選手と同じ1000ポイントで決勝に来ておりますので、かなり強いんじゃないかなと思います。それとですね、ホトズカ選手が、825ポイント、この方もですね、万博にも何年前ですかね、万博に来ていただいたこともありまして、私も喋ったこともありますので、知ってる方です。で、鈴木選手が550ポイントで、この方はちょっと私あまり存じ上げてないんですけども、残られております。それと最後に、松尾選手ですね。松尾選手は関東の方なんですけども、ちょっと関西の方にですね、仕事の都合で、引っ越しされたのかちょっとあれですけども、万博にもですね、もう何回かこう来ていただきまして、優勝したりとかされておりますので、実力者の方です。で、今のですねポイントからしますとですね、上位4名ですね、ホトズカ選手までが、優勝の可能性があるということで、ホトズカ選手はですね、1着を取って上位3名の方が、例えばその中の1人でもこう2着に入ればですね、その2着に入った人の方が上回りますので、ちょっと自力優勝的にはちょっとないので苦しい状態なんですけども、その上位3名がもしリタイアとかしてですね、25ポイントしか取れなければ、ホトズカ選手の逆転も十分ありますので、一応チャンピオンの可能性まだあります。で、上位3名の方は1025ポイントと1000ポイントなので、25ポイントしか差がありませんから、この3人が1着を取ればもう文句なしで、その人が日本チャンピオンで、田中選手と大塚選手に関しましては、浜崎選手より前でゴールをすれば、例えば1着じゃなくても日本チャンピオンの可能性ありますので、この2人は
とにかくもうなんていうんですか、浜崎さんの前でゴールするということを多分考えてるんじゃないかなと思います。でですね、私も、そこまでは把握してこう撮影に臨んでおりまして、一応うちの田中選手が、黒旗をつけております。で、浜崎選手が白旗をつけているということで、ちょっと他の選手の旗色はちょっと確認取れてなかったんですが、この2人の肌の色は私把握して撮影しておりまして、それがちょっと原因でちょっと声も出てしまったりとかしてしまったんですけども、それではご覧ください。よし、いけ、黒いけ、ゆっくりゆっくり、赤、あー、マジか、はい、ということでですね、EM 級の決勝動画見ていただきました。ご覧のようにですね、田中選手は最終週の3コーナーですかね、4番 V の横ぐらいでチンしてしまいまして、完走できなかったんですけども、まあレースにたらればは言っちゃいけないんですが、もし完走してれば1着が鈴木選手で、2着にうちの田中選手が入りますので、日本チャンピオンは田中選手ということになってたんですけども、見ていただいた通り、ゴールできませんでしたので、その夢じゃないですけど、そうはならなかったということであります。で、まあ、なんていうんですかね、私ももうちょっと興奮しておりましてですね、すぐ本人の方にも行ったんですけども、ちょっと どんなことをこう声をかけたのかとかもあまりちょっと覚えてないんですけども、でも最後の方にはもうなんていうんですかね、帰る時も声をかけることもできずに、そのままこう帰っちゃったんですけども、本当に日本チャンピオンがもう目の前まで来ていたのに掴むことができなかったということで、まあ本人が多分一番悔しかっただろうなと思うんですが、ぜひですね、また来年ですね、チャレンジしていただきたいなと思います。ということで、まあ、今回は EM 級を見ていただいたんですが、各クラスの動画をですね、
第2ヒートから最終決勝の最終ヒートまで全て取ってありますので、これからですねダイジェスト版とかベストバトルとかですねまた作って、出していきますので、楽しみにしておいてください。ありがとうございました。